はい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 。はいはいはい、はい、というわけでございまして、はい、素敵なアーティストさんのねライブも続いておりますが、うんうん、皆様銀魂晴れ祭り始まって1時間ちょっと経ちますが、特に何の挨拶もなくねじゃんじゃんやりたいことやってるわけですけれども、なんとね、はいはい、うん、やりたいことやってますが、皆様楽しんでおられますか。おお、将軍暗殺編いかがでしたか。イエーイ、はいはい、というわけでございまして、早速ゲストの方をお呼びしようかなと思いますので、はい、はいはい、ゲストのお三方どうぞご登壇くださいませ。はい、お願いします。どこから来た。あっちから来た。 あっちでした。あ、皆様ご注目ください。さあ、かっこいい、ご注目、かっこいい、かっこいい、やばい、かっこいい、お邪魔します。はい、どうぞどうぞどうぞ。いい、やっぱかっこいい、かっこいい、かわいい方の、はい、かわいい。では改めてご紹介させていただきましょう。徳川重重役、小野裕貴さんです。小野裕貴です。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこの流れで一つだけわがままを言ってもいいですか。お、どうぞ。あの、よかったらみんなで、将軍歌謡を一つ、そう、ここしかチャンスがないことに気づいたので、はい、これはいいですね。よかったらいただいてもいいですか。皆さん、すみません、時間いただいて、すみません。じゃあ、せーのと言ったら将軍歌謡とお願いしますね。小さいお願いだね、声が。せーの、ありがとう。私のダチ公たちよ。いや、素晴らしい、ありがとうございます。すいません、わがまま言っていただいて、ツッコミでございますね。素晴らしいでございます。ありがとうございました皆さん。はい、では続きまして、猿飛あやめ役、小林優ちゃんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私もなんかちょっとやっても大丈夫です。あ、全然、はい、いやいやいや、なんかメス豚って言われたい、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 すごい、ね、じゃあ、いただいてもいい、いただいてもよろしいですかと。じゃあ、せーので行きましょう。皆さんね、じゃあ参りましょうか。はい、すいません、はいはい、お願いいたします。すみません、気持ちを一つにしていきますよ。お願いします。せーの、何これ、すごい、360度からメス豚って言われるの初めてですありがとうございます。これギネスの人が公式で見に来てたら、ギネスで言ったんですけどね、本当に世界一多くの人にメス豚と呼ばれた人、そうですよ、やったー、記憶が、うん、さあ、からので挙手です、はい、正解ね、きついですけどもね、はい、皆さん流れを組んだ方がいいってこと。いや、僕もなんかじゃあいいですかね。おちょっと、ね、本当にちょっと待ってください。その前に紹介させてくださいカムイ役、日野里さんでございます。よいしょこれが大事、これ大事、イエイ、日野里です、よろしくお願いします、はい、え、日野さん何やりたいですか。そうですね、何やりたいですかっておかしいでしょあの、相棒でもあるアブトの、おお、おい、このすっとこどっこいって言ってほしいです、ね、おお、これは楽しい。なので、じゃあまた小野くん、あの、あ、じゃあ私は、え、せーのの方、小野さん、よかってください。頑張ります。センスなら、じゃあ私が音頭を取らせていただきます。皆さん、心の準備よろしいでしょうか。はい、さあ、それでは参ります。せーの、何アブトすごい、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、すごいいっぱいアブといることになりますけど、大丈夫ですか。なんかみんながヤトに見えてきました。そうですね、戦闘民族ヤトに見えてきた。やばいやばい、これみんな絶好してないよね。だから夜公演に来てるんです。そうです、なるほど、うまいこと、すごい、上手です、うまいわってね、って言ってますけれども、あの、本当はいろいろ、あの、将軍編の話を聞きたかったわけですよ。将軍暗殺編の話を、せっかくですからね。全然聞いてない。何ですかこれ。
なんかすいませんので皆さんちょっとお優しくてついね、まあこんなことを言ってる感じですけども、本編の方はだいぶこうね、なんていう真面目な内容といいますか、あのとてもヘビーな内容だったんですけれども、さっちゃんとかあと将軍なんかも出てくるたびに結構ブリーフ履いたりとか、そういうお話とかが多かったキャラクターですけれども、今回どうでした、こういうシリアスな話とかって。あのさっきちょうどですね、小林さんと裏でちょっと終わった後でねお話したんですけれども、やっぱりアニメ本編 の, あの収録前出てるんですか、すいませんでした。アニメ本編の方での収録でやっぱ全ての気持ちをまず一回置いてきているっていう思いがある中、こうしてまた皆さんの前でやらせていただくってちょっと不思議な気持ちがありつつ、でも多分唯一こうね気持ちを一つにねこうできる空間なのでかなってね思いますよね。素敵な機会をいただけて本当に幸せでございます。はい、ありがとうございます。まっすぐな目でね見てますね、これさん。あのね、申し訳ないんですけど、本当にいろいろなこと聞きたいんですけど、ぜひ、いや、いろいろなことやりたいことも多いんですよ、そうですよね。なので、次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、遊びすぎましたね。ここからはアニメ銀魂10周年突破記念企画といたしまして、客席パレードを行いたいと思います。客席パレード、はい、ですね、多分2階によろずやさんがいらっしゃると思うんですけど、あっちに完成が、あそこだ、あ来たー、はい、よろずやさん、どう、そこから見る、どう、やっほー、高いぞー、聞こえるかー。はい、そしてちっちゃい石田さんと高橋美香子ちゃんも、はい、お疲れ様、お疲れ様です、ライブ。はい、というわけでございましてね、パレードというからにはこのままでは終わりません。お、上にいるキャスト、そして私たちも、はい、ここをぐるりと回ろうかと。おー、素敵ですね、回りましょう、回りますので、うん、はい、では掛け声とともに参りますよ。ちょっとだけ一つだけいいですか。はい、あの中井さんこのまま移動するの大変なんで。あ、そうだね、あ、はい、そうですね、ちょっとそれは、ちょっとちっちゃくしましたね。ちょっと三秒で超可愛い、ちっちゃい、すごい中井さん、かわいい、かわいい、すごい中井さん、すごいポケットサイズ、あ、すごい、あ、かわいいね、新選組って便利でしょ。すごい、すごいですね、自由自在、こんなことができたんですね、はい、なんで中井さんも一緒にパレードできるということです。さあ、嬉しい。ではよろしいですか。はい、はい、はい、アニメ銀魂10周年突破記念パレードスタート。はい、はい、というわけで、はい、はい、上にも参りますね、こっち、こちら、こっちだって、あちらから行きます。あ、間違えた、間違えた、はい、はい、はい、いや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 、下は私たちね、いやいやいや、回りますので、参りますので、ご挨拶に参ります。私もよいしょ、どうもどうもどうもどうどうも、中井さんをよろしく、あらす、あらす、中井和也さんをよろしく、ありがとうございます、あらす、中井さんです、よいしょ、スッキリのナレーションでおなじみの、おめでとうございます、おめでとうございます、中井さんです、中井さんをお願いします、あらす、おめでとうございます、中井さんを、中井さん、どうも、皆さんありがとう、中井和也さんです、中井さんです、中井さん、ありがとうございます、中井さん、ありがとうございます。忙しい中井さんのとこあります、ありがとうございます、中井さんです、はい、はい、上の方もありがとうね、中井さんも喜んでおります、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、小林さん、小林さん、小林さん、あ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、中井さん、中井さん、ありがとうございます、中井さんでございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いや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 、ほらみんな、皆さんがそばに来たら興奮するね、おのく大丈夫、気をつけて、なんとかよちよち歩きでなんとかここまでやってくることができました、ありがとうございます、若玉、気をつけて、では皆様元の位置に戻っていただいて、はい、元の位置、はい、ここでですね、上でのパレードは続いているようですが、はい、皆様からいただいたメッセージというのが、はい、ツイッターの方でいただいたメッセージというのがございますので、はい、こちらを読んでいこうかなと思っておりますので、はい、よろしいですか、ほいほい、じゃあまずは私からでよろしいですか、あ、いいの、そっちか、これですか、あ、はい、アニメ銀魂10周年おめでとうございます、
10年前の当時、たまたまつけたテレビで銀魂がやっていて、鍋は人生の縮図解でした。今ではあの頃の純粋な少女は消え、口の悪い下ネタ大好きアバズレとなってしまいました。人生を変えた銀魂が私はずっと大好きです、という感じで。なるほど、ね、おおこういう感じのツイートが届いてるということで、はい、どんどん行きますか。はい、小野くんですね。あ、じゃあ私、小野さんいいですか。はい、はい、それでは紹介させていただきます。はい、アニキン10周年おめでとうございます。私は小2から見ていました、はい、でも小学校低学年の純粋な私には下ネタという概念がなく全く意味不明でしたが、親が気まずい顔でニヤニヤして見ていたので面白いんだなって思って見てました。今はそんな銀魂が大好きです。はい、ね、誰も俺見てねえな、ね、そんなことないよ。メッセージありがとうございます。聞いてるよ。メッセージありがとうございます。じゃあ松尾さんも、はい、からも読んでいただいてよろしいですか。はい、こちらの方はですね、アニメ銀魂10周年おめでとうございます。銀魂のおかげでいろんな方と出会うことができました。劇場版のカーネル・サンダーライガー新助の元ネタのサンダーライガーさんのことをつぶやいたら、プロレス好きの方にフォローされてしまったのが一番驚きの出会いですとのことですね。なるほど、すごいな銀魂は。何でもつなげてくれるんだね。そうですね、すごい、うん、あ、ではゆうちゃん読んでもらっていいですか。はい、お願いいたします。アニキン10周年おめでとうございます。一緒に見続けた娘も10歳になります。そうですか。あらそうなのよ。アニメ中、下ネタなどの意味を気にする年頃になりましたが、これからも見せ続けていく所存です。あら、銀魂からいろいろと学んで成長してほしいと思います。はい、ありがとうございます。いや、ゆうちゃんの読み方のせいで変なメールになっちゃってなんか内容あんまり頭入ってこなかったし、ね、すごいですね。若干不安な将来が気になるわ、ね、気になりますね。お母様の愛をイメージして、お母様の愛がね、愛が溢れてる。じゃあ次は、そうね、あの皆さん揃いましたので、はい、杉田さんからも、はい、参りました、はい、よろしいですか。はい、あれ杉田ね、持ってる杉田君、持ってる持ってる、あれないの、これ読んだ、ない、確かね、記憶によるとね、自分の銀行口座が、銀魂が始まってからどんどん減っていったっていう、どうでもいいわそういうメッセージだった。なるほど、そういう人だったと思います。誰からのメッセージだよ。結果紛失という紛失ということでございます。はい、たくさんのファンの方からツイッターでのお祝いのメッセージ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、なんとですね、はい、ここで記念に写真撮影を行おうじゃないかということなので、はい、真ん中ぐらいまで下がってきてください。もっと下がってもいいかもしれない。中井さんも連れていこう。下がりましょう。そうですね、さ、僕と杉田君の隣ですごい安入な感じにいる感じですね。この大きいモヤットボールみたいな何ですか。モヤットボールじゃねえな、ちょっと懐かしいしな、モヤットボール。はい、いきますよ、みんな笑顔でね、笑顔でね、いきますよ、せーの、はい、チーズ。取れた、やったやった、取れた、やったー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。しゅうごめんなさいね、ずっと背中向けてね。いやなんか写真撮影するとなんかやったなって感じがしますよね、はい、ただまだやり足りないわけですよ。なんとね、お昼はうちの後輩が飛んだんですよ、はい、そのパネルがね、この方がね、今そのパネルを持ってるのは誰だ。俺だ。あかっこいい、そうやって飛ぶんだな。しかもポケットには小さい中井さんまで結果一緒に飛ぶっていう。俺と中井和也さんは今一心同体飛べる、じゃあ飛べるしかない。飛べる、どこまでも飛べる。俺はどこまでも飛べる。まるで和也と一緒にどこまでも飛べる。まるでガンダムエアマスターと G ファルコンが合体してるみたいだ。やった、じゃあ飛んでもらいましょう。飛ぼう。じゃああっちでスタンバイ。あっちね、はい、行ってらっしゃい。さあ、ということで、杉田君こっち来てるかい。はい。まあ、行っちゃいましたよ。まあ、しょうがないですわ。すごいな。中井君が胸にいたんだもん、さっきカレーでしたからね。すずさんもどんなフライングを見せてくれるのか楽しみだな。どんなフライングってどうすりゃいいんだよそんなに動けないからね。でも中井さんならこう飛ぶっていうのを見せてやる。おおすごい、かっこいい。なんかすごいですね、なんか準備ができたようです。できた、できた、では行きましょうか。はい、行きますよ。アニメ銀魂
10周年突破おめでとう。中居さんはきっとこうやるでしょう。すっきり。本当にありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ引っ張るね。この10周年突破記念の最後になんとですね、素敵な方からメッセージが届いております。あら、お、ということでそのメッセージをみんなで聞きたいと思いますよ。はい、鈴村くんは楽しそうなのでままにしときます。そうですね。じゃあ、会場なの。はい、ありがとうございました。会場の皆さん、アッコにお任せ。ちょっとなんだこれ、下ろしてよ、何これ。俺このままずっとここにいんの。回っちゃうよ。すっきり。てめえが抱えたものはただのままごと道具だ。それももうじきこの国と共に壊れる。銀時、お前はもう一度全てを失う。会場の皆さん、イベント楽しんでますか？高杉晋介役の小安武人です。本日は銀魂晴れ祭り2016が開催される素晴らしい日だというのに、裸で寝てしまってお腹痛い痛いにさえならなければ、そちらに行くことができたかもしれないと思うと、つくづく残念です。さて、アニメ銀魂も10周年を迎えたということで、これもひとえに応援してくださっているファンの皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。それと忘れてはならないのは、それを支えてくれているアニメスタッフさん、そして何より番組の顔である杉田くんの努力、それを取り巻く、その他有名声優さんたちの演技力ね。そこに、高杉という魅力的なキャラクターで参加できたことは本当に嬉しく感謝でいっぱいです。銀魂は永久に不滅です。これからも皆さんの最高の愛で包んであげてください。それでは銀時、会場のみんな、またね。以上、リップサービス多めの小安武人でした。この後は道図のライブです。